はい、こんにちは。のぞみでございます。今回の動画はですね。皆様まあ春分とかニュースでもご存知の方いらっしゃると思いますけどもまあ、僕が住んでるのが与那国島です。与那国島から飛行機で30分に行くと石垣島がございます。えー、もう皆さんね。石垣島、もう観光で有名ですから。もうほとんどの方が石垣島。 知っていると思いますけども、えー、今回はですねその石垣市から先日緊急発表がございまして、えー、その内容について今日はお届けしたいと思いますのでねよろしくお願いいたします。 さあこちら八重山毎日新聞なんですけどもちょっとねこの記事を読みたいと思います PCR 検査など義務化陰性証明で観光優待特典というね記事でございましてちょっとこの記事の内容をねちょっとまず読み上げたいと思います、えー、石垣市の中山義高市長はですね21日午後観光シーズンの7月1日から 12歳以上の来島者に対しまして市の条例に基づき新型コロナウイルスの PCR 検査などを義務付けると発表したんですね。陰性証明をした来島者には市の事業安心島旅プレミアムパスポートを発行しまして市内事業所で割引など優待特典を受けられるということでございます。 で検査の義務化は新型コロナウイルス感染症対策条例の3条から5条に基づきまして市民と来島者を対象に行いまして条例に罰則と、ね、強制力はないということでございますそして当該渡航が短期間の市民には帰島後1週間の会食など自粛を求めるということパスポート事業はですね 人流再開後の感染拡大を防止する観点で感染防止と経済の両立を図ることが目的でございます。7月1日以降、まあ、市条例に基づき空路で帰省・帰任を含む来島者に出発前72時間以内の PCR 検査 抗原検査での陰性証明2回のワクチン接種証明いずれかの掲示を求めまして要件を満たした来島者に滞在日数を有効期限としたパスポートを発行宿泊飲食観光施設など事業所で割引等を受けられるということでございます。 まあ石垣市教育委員会で行われた会見で中山市長は5月のねゴールデンウィークの,あの苦い経験を二度と繰り返さないようより実効性のある観光振興策を打ち出すとして同事業を発表したということですね。えー、来島者には一律、来島前の PCR 検査抗原検査を義務付ける。来前の 検査は自費ですけども、まあ、パスポートで負担額同等かそれ以上のサービスが受けられると、まあ、協調、えー、協力を求めたということでございます、えー、同事業所の協力店は市から定める感染対策を行う6月21日時点で対象店は101店舗、まあ、開始までに、ね、300店舗の拡大を目指すということでございます。 同パスポートの発行手順は事前に陰性証明などを受けましてねパイヌ島石垣空港ロビーに設ける特設ブースで証明書を掲示した後パスポートを受け取ることができますでそのブースがですね7月から8月末までの期間中午前8時から午後8時までの設けまして、まあ、常時23人の方が 窓口を行うということでございますさあ皆様あの石垣島安心島旅パスポートはまずご存知でしょうかで、ねえー、この石垣市安心島パスポート島旅パスポートはですね実はですね去年の2020年10月1日から石垣市内でスタートしてるんですね、えー、まあ旅行客に向けた安全安心を一緒に特典をプレゼントする えーまあ、観光サービスだったんですけども、えー、その石垣市島旅パスポートを、ねまあ、受ける取るためには、ね、旅行の2週間前にまあ事前登録しまして、まあ、2週間後に通知が届いてそれを到着した空港で、えー、提示すること、えー、そしてパスポートがもらえて、ね、お得に、えー、旅が,旅が、ね、できるような企画だったんですけども。 まあこうウィズコロナ時代に対応した新しい旅の形を提案する、まあ、石垣市のオリジナル、ねえー、企画だったんですね、まあ、先ほど新聞の記事を、ね、読み上げましたけども、まあ、石垣市から4月1日から「安心島旅パスポートプレミアムを、ね」を、えー、スタートするということで、まあ、その内容に関しては、ねまあ、石垣市の まあ、医療体制の、ねえー、崩壊を防ぐため、えー、そして、石垣市へ、ね、あの来島される皆様に、まあ、ご旅行前の PCR または抗原検査の受験をお願いするとと,ともにです、ねまあ、石垣市内観光関連事業者の感染拡大防止対策を徹底しまして、まあ、安心安全に、ね、観光を、ね、楽しんでいただくための 取り組みということでございまして、えーまあ、PCR 抗原検査陰性証明書もしくはワクチン二、えー、回接種済みの証明を、えー、提示していただいた方に、まあ、安心しまたびプレミアムパスポートを発行するということで、まあ、市内の、ねまあ、協力店にて割引サービスと、まあさまざまな、ねえー、プレミアム特典を提供されるという、ねえー、新しい企画 まあ、チャレンジされるということでございます。えー、そしてですねまあ、ここでちょっとまあ疑問点が1つございましてまあ、石垣市からは7月1日から空路でね訪れる全ての来島者に出発前に PCR 抗原検査を受けてもらい石垣空港で 陰性結果の提示または2回のワクチン接種の証明書を求めこれを義務とします。まあ、この要請はですね、まあ、条例に基づくもので罰則などはございませんけども、えー、感染者が急増した、まあ、ゴールデンウィークの教訓をもとにね、えー、強い対策を打ち出しております。でですね、あのー、気になる言葉が 義務としますという、まあ、全ての来島者ということで、まあ、義務、まあ、強制なのかなと思ったのでちょっとあの石垣島に住んでるあのちょっと友人,友人にねあの確認をさせていただきまして、まあ、直接その友人が石垣市にね、えー、問い合わせをしてくれましたので、えー、ちょっとその内容についてちょっと今からお知らせをしたいと思います。でえーとまあ、石垣市からはですね まあ義務という言葉がまが語弊を招いているということで必ずとも証明書が必要ないと来島できないわけではないということなんですね。まあ、観光で訪れる方に島内で気兼ねなくすることなく楽しんでいただけるように、まあ、そして事業者側へはですね、まあ、コロナの心配をせずお客様を安心して 迎えてほしいという目的のために石垣市安心島旅パスポートに変更ということなんですね。まあ最初あの義務という言葉にあの多分皆さんねびっくりしたと思いますけども、安心安全のために検査をした上でまあ気持ちよく来島してほしいというねあの願いを込めてあるのだということがね。 わ、えー、かりました、えー、そしてね次にあの「証明書を求める」という言葉なんですけども、まあ、石垣空港に着いたらあのこう出口で出たらの偵設物の有無を、ね、あの確認するかどうかっていう、ねまあ、確認をしたところ、まあ、特に何もないということでございます。まあ、あの到着口で まあ、印象証明書や、ね、ワクチン接種済みの証明書を持っている方が立ち寄るあの特設カウンターが設けられるということで、まあ、到着、まあ、空港で、到着口出たらあの、サーモグラフィーありますけど、まあ、何かこう、陰性証明書とか、えー、ワクチン接種済みの,証,あの証明書を見せてくださいっていうのは特にないそうですね、まあ、普通に、ま、あの到着口から出れるということでございます。 えー、そしてあの次にあの全ての来島者という言葉なんですけども、まあ、これも僕の住んでる同じ沖縄県の与那国島とかね石垣島の周辺の離島に住んでる方もまあ対象なのかっていうことなんですけども、えー、証明書などないと行きにくいのか、ね、と思って確認したところ一応まあ当然対象ということでございます。まあ、石垣島島にに住んでる方も用事があっってねね沖縄本島へ行ったり、ね、あのまあ県外に 行かれる方も多いと思いますね。まあ、仕事とかでね。まあ,あの祈祷前にまあ検査を受ければですね。まあ、安心ではあるということでございます。まあ、市内に持ち込みをすることがないということなんですよね。まあ、そういうためにも。まあ、石垣市民今、石垣島に住んでいる方もまあ、離島に住んでいる方も、えー、なるべくこうね。あの市外に出たら検査を。 とということなんですよねですからまあ石垣市民の方もパスポートがもらえてそういう証明書を出せばですねあの、まあ、お得に買い物とかあの飲食店に行けるということでございますね。ただあの、まあ、ワクチンについてもねまだ1回の予約すらこう回ってこない自治体もありますし、まあ、PCR や抗、ね、体検査もまあ高額なところもね結構あると思うんですよね。えー、なのでで、まあ、石垣島で、ねまあ、離島離に 行きたい方、断念した方もいらっしゃると思うんですけども証明書がなくてもライトできるということですねさあ今回の動画はですね明日7月1日からスタートする石垣市の安心島旅プレミアムパスポートについてお届けしましたけどもまあ義務という言葉でね皆さんは結構困惑された方もいらっしゃると思うんですけどもねまあ証明書がないと 行けないんじゃないかなと思っている方に、まあ、お知らせをしたくてね、こういう撮影をさせていただきました。えー、ただもちろんね、まあ、証明書があればですね、安心して旅行も楽しめますので、えー、パスポートでお得にお買い物、食事をしてね、あの検査してから行けるよっていう方はね、ぜひパスポートをゲットしてください。まあ,あくまでもですね、まあ、市の条例に強制力はないもののですね、まあ、石垣市の。 中山市長は検査を強く願っていると来島者に要望しておりますので、ね、ご理解していただけるようよろしくお願いいたしますもう本当にあくまでもあの迎える側も行く側も安心してね石垣島で過ごせるようにという、えー、思いでございますのでねよろしくお願いいたします僕も本当に石垣もちょこちょこ行くのでね YouTube の撮影で石垣島の情報発信もしておりますので本当にこう対策をして、えー、ぜひ 今後もうただ本当にもうコロナが一日も早く収束することを願って今回の動画を終わりたいと思いますのでねまた次回の動画でお会いしましょう。